東京の名誉水5 7 0は、誉水への関心を高め、その保護と回復を図ることを目的に、水量、水質、その由来、景観などに優れた、誉水等を一般からの推薦に基づき、東京の名誉水選定委員会の検討によって、東京都環境局が選定し、2003年1月24日に公表した東京都内57箇所の誉水の総称。 東京都では、武蔵野大地の末端部にある、崖線沿いや、玉丘陵の宿などの湧水が、都市化の影響などで、枯渇や水質悪化が進んでおり、1995年度に確認されていた653カ所の湧水のうち、2000年度の調査時には70カ所が消失していた。そこで、湧水への一般の関心を高めることを主な、狙いとして、 名誉水の選定事業が2012年9月から取り組まれた。有識者からなる東京の名誉水選定委員会は、高村浩樹を座長とし、小倉俊夫を、小玉清早川光、桃瀬千秋、渡辺康則の6名で構成された。選定委員会は公表された選定の考え方の中でお選定の前提としたことを述べている。このため、 公開に政権があることを理由として、選定から外れた優水もあった。一方、引用の可否は基準には含まれておらず、引用に適することを保証するものではない。ありがとうございます。